今週の狙い山です。はい、よろしくお願いします。今日はね、森田大王が来てくれました。人が出払ってね、もう大変です。すいません、はい、大王、よろしくお願いします。ファン投票がね、はい、出るレースということで、はい、結婚します。誰か、いやちょっとね、旬のネタ理由で振っただけなんでね、すいません。何回結婚すんねん。いや、結婚します。もうええっちゅうねん。はい、行、はいはい、きます。はい、宝塚記念です。そうですね、頭数はね少ないけど、やっぱり今出てきてほしい馬がね、やっぱりビシッとあるというね、出てきてくれたんでね、はい、まず北三ブラックからいきましょうか。そうですね、はい、まあ今もともとね、素質のある今だったんですけども、うん、なんか今年になってさらに安定感が増したというかね、もうなんか見てて、あ、どうもレース中に勝たれちゃうなみたいな競争ばっかしてくれてるんで、そうね、大阪杯にしてもこの前の天皇賞あるにしてもね、はい、もう ああ勝つんだろうなっていうのはね、うん、もう直線入ったぐらいのところでね、もう勝つんだろうなっていうのが分かったぐらいの、そんな感じの安定感、やっぱり今一番この馬が強いのかな。そうですね、現役最強馬なのかな、まあ、それは、まあ、里のダイヤモンドいますけど、うん、まあ、だからこちらの方が現役でちょっと上かもしれませんね、うん、代表馬でもあったし ね、うん、ね、はい、まあまあ、ここね、春はここ3つっていうの決まってたみたいなんでね、はい、まあ、挑戦に関しても抜かりなさそうですし、そうですね、まあまあ、中間もね、うん、ビシビシ追い切りもやってますんで、うん、なんか攻めも強化してさらに強くなったって感じもありますもんね、うんうん、どこまで強くなるのかなって感じもしますけど、まあ、はい、まあ阪神はね、本当にこの馬上手に走りますし、そうですね、大阪杯も勝ってるしね、まあ、去年は3着だったんですけども、うん、ちょっと馬場のこともちょっと道ある、うん、やや馬だったこともあったみたいなんですけど、うん、まあ、今年もね、ちょっと週末天気はまだ分からない状態ではありますけど、うん、ただ今みたいに充実してる状態だったら多少悪くなっても、なんか底力でこなしちゃうのかなという気はしますね、うん、はい、終わりました、はい、まあ、北さんブラックかなっていう感じもします。あとは、注目するところは、まあ、2着争いがちょっと難しいとこなんですけれども、はい、やっぱり天皇賞春2着のシュバルグランがまずはヒット角かなとは思うんですけどね、はい、うん、まあ、正直距離はこのまま伸びた方がいいタイプで、うん、やっぱりね、ちょっと2200というのは、まあ、短め、ちょっと若干短い感じはするんですけども、うん、まあ、そこは能力の高さと、うん、あとは、まあ、ゆうち君も完全手の内入れてますし、うん、どこまで迫れるかというところではありますかね。北三ブラックを倒さないとこの馬に G1 は転がり込んでこないからね。そうですね、いかにどういうふうにどういう作戦でやっていくかというのがね、はい、秘策になるかな。そうですね、うん、あとはシャケトラなんかルメール鞍上なんですけども、はい、逆にね、ちょっと3200の天皇賞が少しなかった印象なんで、うん、ちょっとね、力んでたしね、はい、噛むようなところもあったんで、はい、ただ素質はね、かなりいいものがありそうだし、やっぱりね、隅級者がね、こう大事にしてた馬だけあるんで、ね、そうですね、うん、まあ、阪神の芝は3戦3勝なんでね、うん、まあ、ちょっと巻き返しはかなりあっていいかなとは思うんですけども、はい、まあ、コース校舎でもあるし、はい、ね、今回ルメールさんが乗りますからね、はい、シャケトラね、あとは里のクラウン、こちらは昨年の香港バードの勝ち馬なんですけれども、はい、まあ、こちらはね、大阪はちょっと意外とあっけない結果にはなってしまったんですけども、うん、まあ、このあたりどこまで堀厩舎が修正してくるかというところもありますね。そうね、その辺がね、うん、まあ、もし週末雨になったらちょっとこのまままだ浮上してくる可能性もあるし、そうですね、あとね、ちょっと僕気にしてるのがですね、ミッキークイーンなんですよ、はい、はい、まあ、牝馬なんですけれども、昨年もね、マリアライトが優勝してますし、うん、まあ、この馬、牝馬ですけど、ボバと戦えるぐらいのレベルのある馬と僕は思ってるんですけども、はいはいはい、ちょっとやっぱりマイルは、ベクテラマイルはちょっと短かったのかなっていうところもあるんで、なんかね、今一つの内容だったけどね、そうですね、うん、まあ、こちらも得意の中重距離というか 2000m から 2400m あたりに距離が伸びる、うん、またさらに道あるも得意なんで、そう、阪神もね、はい、連帯外してないし ね、 そうですね、うん、コース的なメリットもありそうだし、はい、あとはね、俺ちょっと注目したのはゴールドアクター、ああ、まだまだ健在、はい、うん、天皇賞の時はね、はい、ちょっと出負けしてね、全く自分の形に競馬は持ち込めなかったんですけども、うん、あれ多分ね、5分に出てればね、前で競馬してたんだろうなと思ってるんですよ、はい、私は、はい、うん、だから今回5分に出られたらね、北三ブラックにの前か後ろか、うん、まあ、その近辺でね、はい、競馬すると思うんで、そうした時にどれぐらいやれるかなっていう、うん、まあ、もちろん有馬記念の時にはね、北三ブラックとか、まあ、外のそんな寒い競馬してますもんね、うんうん、だからそう考えればね、ちょっとこの馬もちょっと見直してみたいなっていう、あとは横山ジョッキーも2度目のでこうでなんかコンビになりますんで、はい、その辺りのプラス材料もありそうな感じですね。そうね、その辺もあるね、はい、うん、まあ、北さんが有力で最力であるんですけども、うん、ちょっとね、2着候補がかなり接戦なんで、あ、そうそう、まあ、その辺りもうまく予想を詰めて
結果、好結果につなげないところではありますね。そうね、はい、やっぱ当数少ないからね、多分紛れもないからね、そうですね、力がそのまま出てきそうな感じもするんで、だからまあちょっと楽しみにしてます。あと追い切りの動きでどんなもんかな、そうですね、はい、決めていきたいと思います。まあ、あの上半期が一番なんで、うまく締めくくれるところです、はい、以上です。以上です。